霊長類最強女子の異名を持ち、レスリング界に歴史を刻み続けた吉田沙保里。3歳で父のもとレスリングを始める。5歳で大会に出場、ジュニアの試合を次々に制覇し、成長後も世界大会で数々の好成績を上げることになる。公式記録では301勝14敗、他の大会も含めるとさらに勝ち星は増す。世界大会13連覇、オリンピック3連覇、個人戦で206連勝、獲得した金メダル数は20枚、その勝率が驚愕の 95%。 時はリオ五輪、吉田33歳、4連覇をかけたオリンピック。決勝の相手はアメリカ代表エレン・マルーリス、24歳であった。激戦の末、マルーリスが勝利、吉田は惜しくも4連覇を逃した。レスリング界に衝撃が走った瞬間だった。マルーリスは、その後、沙保里は、私の英雄、吉田に憧れ、レスリングを続けてきたと語っていた。中学時代、左手首を脱臼骨折したまま、全国大会に出場し、右手一本で、優勝した。最強すぎるが、故に中国で付けられた、あだ名が、絶望。誕生日の時、何が欲しいか聞かれた際、世界地図を開き、アメリカ大陸をまるで囲んだ。吉田は、タケノコの里が好きと、SNS でつぶやいて、キノコタケノコ戦争を完全に終結させた。人類がシンゴジラを抑え込むまでに2週間で、人類が吉田を倒すまでに費やした時間は、16年。唯一の吉田沙保里対策は、階級を変えること。コーチとしての彼女は、私を倒す選手を育てたいと名言を言う。彼女の母は、インタビューで、ロンドン五輪あたりから、プレッシャーを感じるようになったみたいです。やっと人間になったってことですかね。という凄まじい名言を残している。